サフル大陸とはニューギニア、オーストラリア、タスマニア島など今のオセアニアを形成している国をカバーする大陸である。現在の大陸法が示す範囲が更新予の表記に一つの陸地として地表に現れていた。この大陸法をサフル大陸法と呼ぶ。サフルという言葉は最初17世紀のオランダの地図に見られる。1845年にサフル大陸法と スんだ大陸法の概念が提唱され、1919年にモレングラーフとウェーバーが命名した。1970年代に考古学者はオーストララシアという言葉を使っていたが、1975年の総会でサフルを大陸法だけでなく大陸を指すようになった。現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸、インドア大陸、南極大陸、 オーストラリア大陸などを含む超大陸が先カンブリア時代末期の約6億年前に誕生した。その後、ゴンドワナやパンゲアなど超大陸の分裂、形成があり、現在のような大陸になっていった。4000万年前にはオーストラリアとニューギニアは分離していた。ユーラシア大陸も表記はベーリング地境の形成でアメリカ大陸とつながっていたので、表記には アフロユーラシアアメリカ、サフル、南極の三大陸があった。そして約7万年前から1万年前、直近の表記で海水面が低くなり、オーストラリア大陸とニューギニア周辺の大陸方が一体化して、再びサフル大陸が陸続きのア大陸となって復活した。人類がサフル大陸に到達するのはこの時代である。人類がサフル大陸に進出したのは、 最終表記にあたる、紀元前6万から5万年の旧石器時代である。そのため、当時は海面が現在より80メートルも低かったとされ、大陸が形成できた。しかし、それでもサフル大陸に最も近い現在の東南アジアとなる、スンダランドからは80キロメートルの距離があり、意図的な航海だったことが予測されている。 この時代の人間は簡単な石器しか作れなかったため、サフル大陸に渡った人類の痕跡は、石器類の人工遺物、埋葬された人骨などである。最も古い人類の痕跡は、北部、東南部から発見されており、年代は約6万年前なので、上陸した地からかなり遠い東南部から報告されているということは、 かなり速いスピードで人類がサフル大陸に進出して行ったことがわかる。また、オーストラリアの古い遺跡がサフルの海岸沿いに位置していることから、海岸沿いに人類が進出したものと思われる。移り住んだ人類の特徴は、オーストラリア東南部からの湿度人骨から解析されており、大きく分けて2タイプある。一つ目は頑強な体型で、ウィンランド湖、コーヌマ遺跡。 古船、空母類遺跡などから1万5千年前から5千年前にかけて出土しているタイプである。二つ目は華奢な体型で明らかに新人類に属していると思われ、6万2千年前とかなり古いタイプである。このことからサフル大陸に移住してきたのは新人類で、そこから頑強な体型の人々が派生したという一元説が現在の通説となっている。 生活形態は旧石器時代のままで簡単な石器しか作れなかった。そのため、狩猟や採集を主とする生活を送っていた。また、海洋資源の利用も3万年から2万年前には行われていたとされる。3万年前には中央部の乾燥地域にも進出した。ただし、当時は冷涼、湿潤な地域で大変暮らしやすい地域だった。また、 サフル大陸からニューギニア北東沖の島国、ビスマーク諸島、ソロモン諸島などへ、旧石器人類はどんどん拡散していった。ありがとうございます。